平成20年2月24日日曜日に、一宮町の国立阿蘇青少年交流の家で、阿蘇市総合型地域スポーツクラブ設立総会が開かれました。今年4月からスタートするこのスポーツクラブは、大人から子どもまで誰でも気軽にスポーツが楽しめる環境づくりを進め、市民同士の交流や健康増進を目的とするもので、入会すると自分の体力や興味に合わせていろいろな種目を楽しむことができます。この日はクラブ設立までの経過報告や規約、組織、活動計画についての審議、実施される種目の指導者の紹介などが行われました。設立総会後は、夢を諦めない年中無休と題して、県立大津高校サッカー部監督平岡和典氏の記念講演もあり、出席した市民の方々は皆興味深そうに聞き入っていました。このテーマ作りでタイミングでことを整理するという素晴らしい機会を与えていただきまして、ありがとうございます。